北国新聞ニュースをお伝えします今日の県内は強い冬型の気圧配置の影響で午前中を中心に強い風や雪が吹きつける荒れた天気となりました冷え込みも厳しく最低気温は県内にある11の観測地点すべてで氷点下となりました金沢市南町では通勤途中の人たちが風に煽られないよう 傘を握りしめ、足元の雪を気にしながら、職場へと急いでいました。午後四時時点の積雪は、白山河内で九十二センチ。加賀菅谷で七十九センチ。すず三十二センチ。金沢は十四センチとなっています。また最低気温は、県内すべての観測地点で氷点下となりました。県警によりますと、県内では。 今日午前9時までの24時間に、42件のスリップ事故が起き、2人が軽い怪我をしました。県内は明日も朝を中心に厳しい寒さとなることから、気象台では水道管や路面の凍結に注意するよう呼びかけています。内永町長選挙で無投票で参戦を果たした川口勝則さんに、 今日当選証書が付与されました今月12日に告示された内永町長選挙では川口さん以外に立候補の届け出がなく川口さんが無投票で参戦を果たしました内永町役場で行われた当選証書の付与式では町選挙管理委員会の山田克美委員長から証書が手渡され川口さんが 責任の重さを感じている町民の安全安心を守るため新型コロナ対策に全力を尽くすと抱負を述べました川口さんの新しい任期は来月十一日から四年間ですニュース解説のコーナーですスタジオには北国新聞運動部の杉山部長にお越しいただいていますよろしくお願いしますよろしくお願いします 大相撲初場所が十日から、東京の両国国技館で行われています。郷土歴史の遠藤、輝きに期待が集まりますが。両力士とも勝ち星を積み重ねるのに、ちょっと苦労しているようですね。そうですね。はい、まあ、あの中日を終えて、まあ、遠藤は、まあ。五分四勝四敗、ええー、輝きの方は三勝五敗と、まあ、ちょっと星が、黒星が先行してますね。<laughs> まあなかなかね、えー、まあ上位とこれからまあ当たっていきますから、はい、まあちょっと前半戦はちょっとですね、うん、え寂しい、ちょっと物足りない結果だったと思いますね。これからに期待ですね。まずは遠藤なんですが、大きな連敗こそないんですけど、連勝を伸ばすこともできない状況ですね。そうですね。まあなんかその相撲の中身がまあいいなと思うまあ取り組みでもちょっと。 えー、逆転で負けてしまったりと、はい、まあ、ね、あの、本来もともとね、あの、相撲のセンス。まあ、本当に技術的なものは本当に、ね、まあ、評価されてるんですけども。はい、なかなかちょっと勝ちきれないというか、えー。そこ、そういう取り組みが目立ってますね。はい、まあ、そうした中、今場所五日目には早くも、遠藤と。輝きの取り組みがありましたね。そうですね。まあ。ね、石川県の。 ファンにとってみればその面白い共同対決だったんですけれども、ええ、やはりこう、なかなか、ねえー、エンドにしてはちょっと残念な取り組みになりましたけれどもやはりこう2人が、ね、こう勝ち星を積み上げて、えーまあ、直接対決もいいんですけれどもやはりこう星がね、えー、先行白星が先行していくような取り組みをやっぱり期待したいでですすよねねそうですねでこの取り組みに勝った輝きなんですがその後は苦戦しているようですね。そうですねまあ 苦戦はしていますけどもやはり、ね、いつも言われているように腰が高い、えー、相撲が多いので本当に、あのー、粘ってもです、ねえー、勝ちきれない、まあ、ちょうど、あのー、中日の、えー、大栄翔戦は、えー、あの本当にいいところまで土俵際まで追い込んで取ったりで敗れてしまいましたそういうところはなかなか惜しいなと思いますし。 まあ、その大栄賞はね、<っ>まあ、今場所はすごく活躍してますから、本当に楽しみですよね。はい、石川県にもゆかりがあるんです、ね。そうですね。まあ、あの、おじいさんが、あの、鈴出身。で、まあ、飯田高校の相撲部で、え、相撲を取っていたということもあって。はい、まあ、親戚の方の話では、まあ。 そのおじいさんも身長1 8 0ンチぐらいあって大きなえ体格をしてたということで本当におじいさん譲りのレースもい始めたのかなということで感慨深くねまああの毎日、鈴の自宅でえ応援しているそうですけどねまあそういう意味では言うと準地元勢というか準郷土儀式というような形で,ですねえ見守っているファンも多いんじゃないでしょうかね。 応援する力士が一人増えましたね。そんな感じですね, <laughs> そうですねあと今場所、十両で取り組みに臨むはずだった炎鵬なんですが。残念ながら、横綱白鵬の新型コロナ感染に伴う濃厚接触者のため、休場となってしまいましたね。そうですね。まあ、残念ですね。はい、まあ、やはりこう稽古中はもうやはり接触、濃厚接触ね、もちろん。しますし、はい、まあ、炎鵬の場合だともう、ほん白鵬、横綱白鵬と、はい。 一番多く稽古しているような形ですから、はい、まあしかしまあね、まあこれはもうしょうがないことなんで、遠、ま、藤、あ、自身はやはりこう首や手首ちょっと痛めているところもありましたし、まあ逆に開き直ってですね、前向きに捉えてまあ休養して、まあ次の場所に備えるというような形で頑張ってほしいですよね。そうですね。これからの活躍に期待したいですね。ここまでニュース解説、北国新聞運動部の杉山部長でした。ありがとうございました。ありがとうございました。 ニュースを続けます。県が小売店と結ぶレジ袋や使い捨てのプラスチック削減に関する協定に今年度は12業種、1080店舗が参加する見通しとなりました。協定は2007年に県と小売事業者石川環境パートナーシップ県民会議が結びました。マイバッグ等の持参促進及び レジ袋削減に関する協定の名称で、当初は食品スーパーと百貨店の2業種、108店舗が参加しました。その後、海洋汚染につながるプラスチックごみの問題が深刻化していることから、県は今年度、協定の名称をレジ袋等の使い捨てプラスチックの削減に関する協定に変更し、レジ袋の有料化以外に、 紙製の惣菜パックへの切り替えや店頭でストローやスプーンが必要かどうか確認するなど内容の見直しを進めましたその結果、今年度は新たに菓子店や酒販店、カフェなどの業種が新たに加わり昨年度より4業種、104店舗多い12業種、1080店舗が協定に参加する見通しとなりました 協定の締結式は今月二十六日に行われます。金沢市民芸術村が敷地内の樹木に子どもたちが手作りした名札を設置する活動を進めています。金沢市民芸術村にはおよそ十ヘクタールの敷地に桜や欅、カエデなど百種類以上の木が植えられています。 名札設置の取り組みは散歩中の人に木の名所を尋ねられることがたびたびあったことから芸術村の後藤徹村の長が3年前に考案しましまた。取り付ける名札は芸術村が定期的にワークショップを開催し間引いた枝を組み合わせて作った文字や絵の具を塗るなどして子どもたちに思い思いに仕上げてもらうことにしています。 後藤村長はいろんな植物の面白さを知って芸術村の散策を楽しんでほしいと話していました内灘町と友好交流都市協定を結んでいる台湾筑北市の児童と向井泡崎小学校の児童が昨日オンラインを通じて英語で交流しました。 向井淡崎小学校は例年、国際交流の一つとして、金沢駅を訪れた外国人に内灘の名所や特産物を紹介しています。しかし、コロナ禍で活動ができず、去年6月に筑北市の子どもを内灘に招く予定も延期となりました。このため、学校がテレビ会議システムでの交流会を筑北市側に打診し、昨日。 五年生四十人と筑後市の小学校の児童およそ三十人がオンラインで対面しました。交流会では内名田の児童が夕日や祭りをはじめ和菓子や金箔など石川の特産品を紹介しました。これに対し台湾の児童が鬼滅の刃のキャラクターを題材にしたキーホルダーを画面越しに見せて友好関係をアピールすると。 あのキャラクター知ってる、などと歓声が上がりました。今後は鶴岡小学校や大根小学校でも同じような催しが予定されています。また、金沢市内の子ども園と保育所の園児も、昨日オンラインで交流しました。オンライン交流をしたのは、末広子ども園と第一前輪館保育所です。 このうち、末広こども園では金沢市の委託を受けオンライン保育をモデル的に実施しておりウェブ会議システムを使い在宅の親子や読み聞かせボランティアとつないで園児と意思疎通をうまく図れるかどうか試しています。今回はコロナの影響で登園自粛となった場合に備えた取り組みで初めて他の園と協力して行いました。 それぞれの施設では、スクリーン上に互いの様子が映し出され、末広こども園の年長児二十六人と第一歌っ館保育所の年長児十四人はピアノの伴奏に合わてて雪」と不思議なポケットの二歌を歌いました。この,後箱から数字のって歌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 ってって はきはきと自己紹介していました香川市の中学校で昨日悩みを抱えた際の解決方法などを学ぶ講座が開かれました講座は香川市などが SOS の出し方教育講座と題して行っています昨日片山津中学校で開かれた講座には1年生およそ60人が参加しました 講座では、県心の健康センターの角田正彦所長が講師を務め、参加した生徒は、悩みがある場合、友人や両親に相談することや、音楽を聴くなどしてストレスを発散することの大切さを学びました。石川県の観光 PR マスコットキャラクター、百万さん宛てに届いた年賀状のお礼を、 県が昨日までに郵送しました県によりますと今月100万さん宛に届いた年賀状は200通だったということです返礼のハガキには金が新年の文字の下に100万さんの写真を配置しています県が今年度の目玉施策としてオープンした金沢城公園ネズミタモンネズミタモンバや国立工芸館 金沢港クルーズターミナルなどの写真も載せました県は今年度に修学旅行で石川を訪れた小・中・高校にも返礼としてハガキを郵送しましたお伝えしましたように県内はすぐ朝を中心に厳しい寒さとなることから気象台では水道管や路面の凍結に注意するよう呼びかけています 水道管凍結の気象条件としては気温が氷点下4度以下になるときまた達しなくても風の強いときなどとされています屋外で水道管がむき出しになっているところまたは北向きの日陰にあるところこういうところは注意してくださいそして凍結防止の方法としては屋外水道管や蛇口は 保温チューブやタオルを巻いておいてください。夜間、水が糸を引く程度に蛇口を開けておくことも有効です。また、もし凍結してしまった場合は、蛇口にタオルを当てて、40度程度のぬるま湯をゆっくりかけてください。また、回路で温めたり、ドライヤーで温風を当てることも有効とされています。十分に対策をなさってください。